はいおはようございますはいおはようございますキャプテンヤスのバイブルトークです。えー、今松原港バイブルキャンプに来てまして、えー、今日は十一月五日の木曜日分なんですけども十一月前の日のね四日の朝ちょうど六時半ぐらいに撮ってます、えー、エレミヤ書三十五章多いですね今ちょうどね。 朝日が上がってカラマスにこう日が差しているところなんでちょっとこの,あの青いのが邪魔ですけどもまあ今日は35章ですけどもエホヤキミの時代ですエホヤキミの時代ちょっと時代があっち行ったりこっち行ったりしますけどもエホ,ヤエホヤキミの時代の予言ですどんな予言かと言いますと2節、レカブ人の家に行って酒飲ませよ」っていうちょっとまあ,あれそういう話なんですね神様からエレミアに、 レカブ人レカブ人が何かと言いますとあのモーセの、まあ、そこに遡るんだけども、えー、モーセの一族のケニ人というケニ人そこから来てる人たちで荒野の遊牧人ノマド的な、えー、暮らしをしてたんですけどもあるところからエルサレム一緒にね住むことになったというそういう人たちと。 詩式のね1章16節第1サムレ15章6節なんかに書いてますけどもまあ詳しくは言わない、まあ、とにかくこう何ていうかなちょっとみんなから離れて遊牧民的なまたはアーミッシ主的な、あのー、暮らしをしてる人たちでその人たちのところに行って5節、えー「私はレカブ人の家の子たちの前にブドウ酒と満たした壺と杯とを出して彼らに酒を飲みなさい」と言った、まあ、エレミアがね つまりあれですよね「俺の酒飲めねえのか?」っていう感じを言ったわけですよ。ですると彼らは「飲まねえよ」と「飲まねえ」と。なんでかというともう先祖から言われてくから飲まねえと、えーで節「飲まねえ」と。で7節飲まねえ」だけじゃなくて「あなた方は家を建てたり種をまいたりブドウ畑を作ったりまた所有したい必要はならない」「あなた方が起流している地の表に末永く生きるために一生天幕に住め」と言われたから。だから一生テント生活しろ 私できますけどね、えー、あでもあれだよねテント生活できないで今日はここに泊、ま、昨日ここ泊まったんですけどもでもまあそういう民族でとで、まあ、飲まないともう頑固に言うわけでしょそしたらエレミアのところに今度は12節から神様からこんな言葉がありました「お前見たか?」とレカブ人をで「イスラエルレカブ人見習えよ」っていう話をするわけですよ えーね、酒飲めって言ったのに飲まないなぜかというと先祖からの教えだからとこのぐらいねあのしっかり守ってるのになんでお前らイスラエルは預言者を何度も送ってね預言者は15節「おのの悪の道から立ち返り行いを改めなさい」と「で他の神々に使えるのやめなさいと」と「先祖の土地に住みなさい」って言ったのにお前ら守らない私に聞かない。でもレカブの子 ね、ヨナダムの子たちはそれをしっかり守ってるっていうことなんでで17からそれゆええー、何が書いてあるかと言いますと「レカブ人偉いと」と「レカブ人」は、えー、19節「イスラエルの神番組の主はこうせられる」「レカブの子ヨナダムにはいつも私の前に立つ人が耐えることはない」だからいつも神様と共に歩む人神様との間に立つ人そういうね重要な人たちが必ず起こされると。 レカブ人ン、偉いっていうことが今日のとこなんですけども何っていうのもあると思う。急に出てきてレカブ人、しかもちょっとイスラエルの中ではちょっとね、皮肉の人たちみたいですけどもでいくつか疑問が起こりません。例えば預言者の言葉は絶対ですよね。滅びるって言ったら滅びる。ね、これしろって言ったらこれしろ。でも彼らは預言者が酒飲めっつったのに、神様の言葉ですよ。それなのに飲まない って言ったったてこれってどうなのっていうところ一つありますね。預言者ののの言葉ななに何で従わないのか、ね、もう一つ、えー、この「先祖の土地に住め」って言われてるこの人たち。っていうことはバビロン捕囚でねバビロンに連れてかれなさいっていう予言に対してはどうするのかっていうようなそういう矛盾とか疑問とかっていうのがよく読んでると聖書で出てくるんですよ。でこれに対して例えばねいろいろ理由つけることできます。まだ あのエレミアのことを、ね、知らなかったちょっと外様的な人たちだからエレミアがそんな有名人だと知らないで預言者だと知らないで酒飲めって言われたけど俺は飲まねえっていうそれが神様の言葉っていうことをエレミアは言ってなかったかもしれない。ね、えいろいろ理由がつけられますが私はこれは「ブロロッックロジックジっていいうこととで全部片付けられると思いますそれはそれこれはこれ」「この場面では、ね、大事なことはこれ」「ここでは先祖の命令に従順に従っていく」 ね、これも神様の命に従っていく、最初の命に従っていくっていうのが一つあの大事なことだと思います。あのー、言われたことをね。だけど他のところでは、えー、またね別の話としてね、えー、ブロックロジックで考えてこれはこれそれはそれで考えたらいいと自分は思います。えー、この話ねいろんなところ他にも聖書箇所あのー。 あの人の働きとかにもね。あのこれ食えねえの感じたいなありますけど、それ話するとさらに複雑になってちょっと大変なことになりますので、今日はここまでにしておきます。景色が綺麗。これこれちょっとまた違うとこ行って撮影しなきゃだめ。それではまたごきげんよう。